ナイトゲームでラインが全く見えないのですが、おすすめの位置や対処法などありましたら教えてください。まあ色で言えば僕が作ったキャリアハイとかマサチンのトーレさんのシーパスピーとか、あの辺ね、シーパスピーなんか真っ白だし、だから糸全部が見えなくてもティップから落ちてる竿先の糸ぐらいは多分確認ができると思うんで、その竿先、まずは投げたルアーを、糸付けなしに、糸をまっすぐにすることをね、投げっぱなしでふわふわふわなんていうゲームをスタートするんじゃなくて、一、回テンションを、ちゃんと糸吹けを取ってテンションで、バンとルアーの重さを感じて、まっすぐにしといて、そこから流れていくのを、糸全部が見えなくても、ティップ先の糸の角度ぐらいで、ちょっとずつ、ちょっとずつコントロールしていくっていう。だからその事前の作業が、ちょっと、必要かな。大切かな。